最近すっかり面白キャラが定着してきたドウデュースに対する視聴者の反応集。こら、やめなさいよドウ。それはチョコエクレアじゃなくて同期の粘土大老婆。そっちは栗まんじゅうじゃなくて同期のサツキショウバ。そっちの子は今度一緒にドバイ走るでしょ。コーヒーエクレアじゃないの。同期だから、みんな食べ物じゃなくて同期だから。でも美味しそうですよ。どうせみんな食われるんや。同期の顔に鼻押し付けてむにょむにょしてそう。人間のことを食べ物だと思ってないだけまだマシ。人間は食べ物くれる存在だから。道草大好き面白ダービー馬から食い煩いを患ったナチュラルボーンモンスターになりつつあるおどう。こいつだけドバイをグルメレースかなんかと勘違いしてないか。わずかな隙を見つけて末足繰り出すドウデュースさん。ファンからの手紙食べようとしたしカメラも食べ物と思って近づいた疑惑があるぞ。こいつとリコの世界なら最強クラスになれるんじゃないか。インスタ見てるとお手紙を守りもらうたびにむしゃろうとしてて毎回笑うんだよね。お堂はさ、かわいいね。お堂はさ、食欲いかれてんだよね。明らかに美味しく見えない生垣に顔突っ込みながら咀嚼する姿は半分ホラーだった。こんな急車出てすぐに白爪草植えてる時点でスタッフたちは確信犯なのでは？まああれ雑草だからどこからともなく勝手に生えるけど、白爪草は太りやすいんだっけか。目の当たりにした友道先生が死んだ目をしながらプール調教の準備してそう。別名、馬肥やしである。だから同期たちを食べる必要があったんですね。でも生垣って葉っぱですよね。貝場も葉っぱだし食べられるってことですよね。そうでしょ、豊さん。あくび、助かった。アスクビクターモアが同期とレースを被らせないのは食べられることを恐れているからだった。あくびってアケビと響き似てるよね。ジュルリ。ラスクビクターモア？ジュルリ。ラスクビクターモア君はビターなチョコがかかったラスクだから美味しそう。しかもモアってことは食べ放題。お堂、そのモアちゃう。同期全員お堂に食われてるんだよね。お堂は責任を取るべきや。助手さんの手にあるものを食い物認定していて、それ食い物だろ？よこせみたいな様子でかっさらいに来るから。ドウデュースだけともみち厩舎内で食欲との戦いになってる感じがあって好き。輸送で太るやつを初めて知った。馬は輸送で確実にがれるのではないと教えてくれてありがとう。凱旋門一緒に走ったコシアン先輩もおるぞ。プボ、おフランスの草おいしいプボー。確かに、生垣も日本のものより美味しい気がします。それはわからないプボ。水もご飯も美味しいし、自然豊かだし最高のバカンスですね、先輩。お堂くん。それは僕の尻プボ。食べてよし、食べて、よし、枕にしてもよし。三大欲求満たせるプボケツ。イクイノックスくんのエクレアはお父さん譲りだって聞きました。ですので、ボニタン、え？僕？またイクイノックスの父親が誤認されてる。お堂、イクイノックスのエクレアは母上譲りなんだ。ぶっちゃけボニタンとかテイストとか真っ先に食ってそう。お堂が調教終わった後うなりながらご飯要求してる動画どっかにあったよね。松島オーナーにいつもご飯代ありがとうってヘドバンしながらお礼するし、お堂のご飯関連のヘドバンはありがとうありがとう早くちょうだいって感じなのかね。おそらく大抵の馬は食欲旺盛だと思うけど、こいつはほんま。厩舎前の白爪草は多分俺ら人間でいうとこのジャンクフードの山みたいなもんなんだろうな。ドバイでは同期を食い漁るお堂の姿が、どっちの意味でだ？どっちの意味でも大問題。ちょっと太めのドウデュース。かわいいね。腹パンパンで草。牛。プールに漬け込みすぎてふやけてんだろ。想像以上にパンパンで草。見てくださいこれパンパンでしょ。ちょっとで済む腹かこれ。だるじゃん。ハーツさん食ってなんでこんな太るの？一応おそ生まれだし成長分も多少なりあるんだろうけどそれ以上におデブちゃん。もはやゆるキャラになっとる。国内外問わず遠征で減りません。太ります。先輩の機内食まで食べます。寂しがり屋だから一人で遠征は絶対無理です。太る、走らせてプール漬けにして絞る。激しい運動でお腹が空くので道草どか食い。ともみち、怒りの追加販路とプールを往復して絞る。負けじと食い意地炸裂。最終手段レースダイエット観光。本番を迎え激走、反動でどか食い、しがらきで食欲全開放。太る、イカループ。ダービー馬の姿か？これが？ダービー取ったから許されてるところある。
友道さんが頭抱えてる絵をなぜか想像できる。その頃オーナーはダービーの動画を再生していた。フランスでも体を洗われながら、どう見ても美味しくなさそうな生垣の葉っぱむしり取ってたからね。状況終わった後も牝馬見つけると追っかけ回してるらしくて芝生える。ドウジュースは本質的に小学生。もしかしてただの食欲旺盛なエロガキなのでは？いっぱい食べていっぱい寝ていっぱい運動する女の子大好き。寂しい時はボバでもか、な水泳部だよ。22世代小学生説がまた補強される。ダービーで周りが故障や不調を訴えている中、こいつだけデブだから運動させろ、ってプール連行されてたの笑う。デブとか言われてるけど毎日運動してるから体脂肪率は低い説。お相撲さん、ってこと？見てみーこの横幅のさ。この頃はイクイノックスが細かっただけだから。この横幅が基本的にコバから成長するハーツ3区活を襲うまれって信じられるか？イクイもヘドバンして叱られたって話出てるし、22世代は可愛いなぁ。凱旋門に向かう直前あたりは、輸送で痩せたらちょうどいいんじゃね？とか言われてたっけ？機内食美味しかったです。先輩が食べられなさそうだったので食べてあげました。きっと申し出し逆説的に、ハーツくらいは本質的に推し、が成立するのでは？定期、動けるデブ。これには竹豊もびっくり。ええ、追ってないの？竹豊にそんなこと言わせるのか。うんこのモード系。こいつやっぱり府中が走れるマイラーなのでは？早熟性も成長力もあるハーツ3区とか反則にも程がない。モードのことはわからないよ俺は。良すぎる時計を出した後のレースは逆に心配になるけど、それでも買いたくなってしまうなぁ。これ馬なりだからやりすぎてるわけでもなさそうなのが、こいつこれだけヤバい時計出すのに食いすぎて太りすぎ以外の体調不良聞こえてこないのが一番怖いのだが。道草部部長の貫禄。こいつ食った分エンジン出力増強に全振りしているのでは？やっぱりイクイノとの直接対決みたいよな。いつになるか。こいつ本当に京都記念はあまり良くない方だったんだな。普通に太め残りであれだった可能性が高い恐怖。輸送で太るのは心配だがそれ以外に不安点はないな。なんで輸送で太ってんだよ。ハーツさんクラシック輸送減りしろよ。だって人耳が機内食たっぷり出してくれるし、動けないから食べて寝てまた食べる以外やることないし、相席のお兄さんは食欲ない。って残すからそれももったいないし食べないといけないし。マイラプ先輩、いらないんですか？いただきます。一番の不安要素が輸送でデブることな馬。なんで輸送でガレルじゃなくデブるんですか？こんだけプール入れられたり、追い切りで動いたりしてもなお太って負けそうという心配されるの本当笑う。本当に問題なのは機内食爆食いして太らないことと向こうで放牧と勘違いしポケッとしないかの二つだな。恐ろしい子。これでまたドバイで放牧気分になったら腹筋ねじ切れるわ。